Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealthAll exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy.この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、 You are actually meant to walk this path. 大丈夫。 Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you. Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power?You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart. Welcome, welcome. Beautiful souls, and welcome back to the Deep Within Podcast. 今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。そして初めてこのエピソードを発見してくれた方、Thank you and ありがとうございます。そしてこのポーズ、このエピソード一回ポーズして、もしもね新しくこのエピソードを初めて聞いた人、Pause, go back to the first one. まず初めに一番目の、エピソードを聞くとこのエピソードの2番目のストーリーがよくこうつながるのでもしもよかったら1の方から聞いていただけると嬉しいです、okay、で、このエピソードを始める前に今募集しているプログラム Embodied Business Program についてお話しします。で、Embodied Business Program っていうのは私が、まあ、今まで教えてきた中で本当に大切なところを深く説明する、そのなんていうのかな、フレームワークですね。ビジネスのフレームワークっていうか土台のところをしっかりと、やっぱ土台ってすごく大切で、その土台って、まあ、私の中で例えると It's an empowered masculine energy で、私はフェミニンエナジーで全てリードしています。ずっと前からそうしてたかって言ったら No まあその辺もね後でお話しするけれども、今はフェミニンのこうリーダーシップ、フェミニンエナジーっていうところでこうフローをクリエイトするっていうことをやってるんだけども、でもフローをクリエイトするためにはそのフローをキャッチする器がないといけなくて、でここが結構もう皆さん欠けてるところなんですよね。だからこうフェミニンオンリーでこうフローをしすぎちゃって器がない人、または器ばっかり頑張ってクリエイトしてそこにこう小川とか流れか川だったらそこに流れが入っていない人っていうのはもう傷ついたマスキュリンオンリーでビジネスをしている人なんですね。なので私もそこの部分で調和っていうのをすごく大切にしていて、でだからこそフェミニンでこうフローしたビジネスをしたければ You have to もう must You have to have an empowered business, masculine container 器っていうところをしっかりとクリエイトしなきゃいけないんですね。でそのために Embodied Business っていうのを私は教えています。でこのエンボディビジネスはもう今まで皆さんね、もう How to とか、なんかどういう風にしたらどういう風にしたらってすごい戦略を追っかけてる人がたくさんいたと思うんですけども、いろんな戦略やったけども結局結果が出ない人。 Here's the reason why. Because you are using someone else's strategy. 誰かの How to、 誰かの戦略をやってるからいつまでたっても自分のビジネスができない。 So I teach you how to do your business on your way. だから私は皆さんが自分のエネルギータイプに合った自分のこう本当なんだか自由だったりとかこうソウルを解放する
ことができるビジネス。で、ビジネス、私の言うビジネスっていうのは、It's a soul expression、 魂の表現とか魂のこう目的っていうソウルワークの部分ですね。なので他人のやり方で自分のマグネリックなこう魅力的なパワーをこう小っちゃくするのではなくて、自分に合った方法で自分を最大限に表現できる、このやり方を教えますって言っても、教えるけれどももうガイドする感じで実際に自分のやり方をクリエイトしてもらうのは私じゃなくて皆さんです。 Why? Because this is your business. You need to be empowered to create your own business, not someone using someone else's strategy. 誰かのストラテジーを使ってビジネスやるんじゃなくて、自分で自分の戦略を使ってビジネスを、 soul work をもっとエクスパンド、広げていってほしいんですね。なので、ヒューマンデザインっていうツールを使って、一人一人、これはもうやり方がみんな変わってきます。I cannot teach you in one way. One way でもう全然教えることっていうのはできません。Okay? もしも新たなサービスを考えてる人とか、または今まであったビジネスできてるんだけれども、なんか苦しいとか、なんかプレッシャーがあるとか、あ、何かこう、もっとフローっていうところをこうクリエイトしていきたいとか、ビジネスをもっとアートにしていきたいっていうふうに思っている方、 This is the program for you。 で、このプログラムでは私が皆さんにこうしてくださいっていうふうに教えるよりも、こういう、これがあなたのやり方ですよ、で、じゃああなたはこれを理解してどういうふうにしてやりたいかっていうところをね、サポートしていきます。で、はっきり言うとこの方法を教えてるのはビジネスのこう講師の中で私しかいないっていうふうに言い切れます。So it is time for you to free yourself. Okay? So if you're interested in about this program, ショーノートにこのプログラムの詳細貼っておきますので、ぜひ、11月の10日から実際にはスタートします。もちろん後からでも入れるんですけども、オリエンテーションをやって、私はこう皆さんがね、こう入ってきて、ウェルカム、本当に私が一人一人ウェルカムするのが好きなので、これは私のチョイスです、okay? なのでオリエンテーションをやるのが11月の10日です。日本の11月の11日なので、もしもそれ前までに入ればそのオリエンテーション、そしてあと I forgot to tell you this, oh my gosh, 先着10名様、もうすでに、ね、1名様入られているんですけども、先着10名様、私が皆さんの魂の、私たちみんなメッセンジャーとしてね、魂のメッセージと思っていて、それが何かっていうことを教えます。そしてそれをどうやって使ってコンテンツ、 SNS の発信に生かしていくかっていうところもね、ガイドする、まあ、これはボイスでガイドするんですけども、その、ボーナスもついてきます。 Ooh, yes, it's gonna be so fun. So first 10 people, you'll get this bonus. So let me know if you're interested in. そしてもっともっと細かいことはね、まあ、このエンバリービジネスのページにいろいろ説明してあるので、まあ、細かい詳細が欲しい人はぜひね、リンクをクリックしていただきたいなっていうふうに思います。で、あとは私のハイレベルなメンターシップ、これはプライベートのメンターシップです。残り4席あります。おそらくもうすぐ3席になると思います。で、What else? Ooh, Energetic Essence Connection。 で、これは皆さんのボディチャートを使ってどういうふうにして、まあ、ビジネスっていうところで言うと、自分のソウルメッセージもそうだし、自分のやり方っていうのを、エネルギータイプに沿ってどういうふうにしてビジネスをクリエイトするかっていう1 on 1セッションです。90分のセッションです。 So if you have been wanting to work with me but not just for one time, this is gonna be a great opportunity for you. Okay, are you ready? Are you ready for the second part? で、エピソード1では私がオールインしたっていう話までしましたね。で、そこから続いていくんですけども、正直言ってなんで私がここまで続けてこれたか、ほとんど2020年の終わりとか2021年から何か始めている人たち、まあコーチだったりとかやってる人たち、ほとんどみんなもう続けていません。Where did they go? で、私はなんで続けられたかっていうと、やっぱり自分の、ゴールっていうところで、もちろんね、自分の中で迷子になることっていうのもあったけれども、でも初めからそういう、なんていうのかな、フォロワーの数とかにこだわったりとかもしないし、誰かの方法とかやり方って、もちろんそこをチェイスした追っかけた時もあったけど、
でももちろんね私のコーチも言ってくれてたんですよね。 All strategy works、 もう全てのストラテジーは全てワークするっていうのが全てね、効果が出るって。でもそれはその人がやってるからだって、一人一人のねやり方、自分の好きな合うやり方をっていう風に言われていて、まあその当時はね私もヒューマンデザイン知らなくて、で私のコーチもヒューマンデザインとかやってなかったんだけども、 It's funny、 今彼女はその私のコーチねは今ヒューマンデザイン教えてるんですよね。 It's so funny、 でお互いこう笑ってるんだけども、なんか Oh my gosh、 we are now in the same place again みたいな感じでこう笑って、まあチャットね今でも本当に仲良くしてもらってるんだけどもanyways、 でそう、何が言いたいかっていうと、本当にサポートしてくれる人がいたんですよね、ずっと。だからたとえ何かこう大きな決断をして大きな行動を取ったとしても、やり方だって分かんないし、そこに出る結果っていうのも分からないけど、 I was supported、 自分のコーチがピンチの時はサポートしてくれるっていうのが分かっていたからこそ前に進めることができた。だからコーチに、私と私のコーチの関係っていうのは、コーチに全部正しい答えを先にもらって、で全部安全で失敗しないように準備してからジャーニー、橋を渡るんじゃなくて、自分の内側のねマインドセットワークっていうのをしながら、そこである程度自分の中で土台は作るけれども、その後はもうやってみるしか分からないって言ったらあれだけども、コーチのことを信用して、コーチが教えてくれた通りに、まあ、彼女はマニフェスティングジェネレーターで、私もジェネレーターだから、It was actually working。 お互いジェネレーター同士だから、彼女のやり方っていうのが私にも合っていた、okay？ で、まあ、彼女に教えてもらったやり方でずっとやってきて、でそこで何かねこう思ったような結果が出なかった時とかは、もちろん彼女がずっとサポートしてくれてたので、私は安心してこのジャーニーを進むことができた。なんでここまで私がこういうふうに成長しているかっていうと、メンターがいるっていうところでもある。でそれは私ができないからメンターつけるんじゃなくて、It's just I desire。 私は一人でもやろうと思えばできると思うよできると思う。 But 続くかって言ったら分かんない。かなり休憩、途中ですごく休憩するかもしれないし、いろんなこう、道を歩いて迷子になってすごい時間かかるかもしれないけど、まあ自分でやろうとしても多分できると思う。またはもうやめてるかもしれない。 I don't know、 分からない、それは分からない。でも大切なことは、そういうインスタグラムの世界って結局なんていうのかな、今日もね自分のメンターとこのお話したんだけれども、Do I want to talk about this? Yeah, sure。 例えばね、インスタグラムって本当にいいとこしかこう出さないから、全てがその、例えばじゃあビジネスコーチの人がその全てがうまくいってるような話されたら、自分がうまくいってない時って、この人すごいうまくいってるのに私うまくいってなくて全然ダメじゃんっていう風になってすごい自信なくすかもしれないけど、どんなに成功して見えてる人だってものすごい努力をしているし、その人たちにも ups and downs、 アップダウンっていうのがあります。私も実際自分のコーチ目の前で見てきたし、で別のメンター、まあ、ソウルジャーニーのね、ソウルメンターみたいな人がいて、でその人から もうかなり、その人にはすごいもうフェミニンエネルギーの方すごくこうガイドしてもらったんだけども、フェミニンアクティベーションだったりだとか、その人だって ups and downs あるし、もうみんなあるわけだから、そういう状況で自分もビジネスのジャーニーを進んでるからこそ、自分がうまくいってない時にパニックにならないし、コーチたちはそうなった時に私の対応の仕方を知ってくれている。だからもしも今ね皆さんのジャーニーの中で、まあ、ガイドとかコーチとかヒーラーみたいなことをやってる人で、まあそうじゃなくてもいいんだけども、こうインストラクターとかね、何か教えるっていうことをやってる人で、全てうまくいかなかったからってそれがダメじゃなくて、そういうレッスンこそ自分がもっと豊かなこう教えるガイドリーダーになれるっていう、そこに証拠があるから、こう ebbs and flows、 ups and downs っていうのはもう本当に人生の中で必要、欠かせない道であり欠かせないレッスン、それがあるからこそ深い教え方ができるし、right? So don't be afraid。 だから本当にそこはこう恐れないで前に進んでいってほしいなっていうふうに思うし、あとはそうね、インスタグラムで言うと、例えばね、イントゥイションとかも、今日この話をね、イントゥイションの話を今日私のメンターとしたのが、なんかイントゥイションに、直感に従っ
ったらこういう結果が出たっていうんだけれどもこれもさ、その言い方だよね。こう、私はこういう直感に従ってこういうふうにしてきてこういう結果が出ました。 But what we don't know is in between。 その間っていうのは端折って話す人もいれば、ビギニングとエンドしか話さなくて、その間のジャーニーっていうのは Who knows、 2年間かかったかもしれないし、または1ヶ月かもしれないし、1日かもしれないし、3週間かもしれないし、 We don't know、 話されてないところっていうのは分からない。でもインスタグラムの世界とか、まあ、ポッドキャストとか YouTube もそうだけども、 I follow the intuition、 直感を信用していったらこういう結果が出ました。聞いてる人から見たら、あ、直感フォローすればこういう結果が出るんだ。 But no、 私もたくさん直感フォローして、今でも結果っていうところが見えないものだってたくさんありますよ。後になって、あ、なるほどね。でもその後になってっていうのがもう本当に it could be later、 なんか本当に6ヶ月とかかもしれない。でそうなると、何、どうなるかっていうと、もう忘れちゃう、その時にその直感にこう従ったっていうのを忘れちゃう時もあります、right? でもその直感に従うってことは何が起こっているかっていうと、普通のロジカルなマインド、自分のロジカルThinking だと、いつも家帰るのにこの道を通る、right? でもその直感で、今日はこの道は通らないで別の道に行くって言った時に意味わからないわけ。でもそこの直感に従うっていうことで、その今までの流れ、人生の中でこうパターンしている流れがあって、それのそのなんて言うんだろうな、その流れが変わるわけですよね。でその流れが変わって、でそこでまあその後の流れだから、それが何かは分からない。 I don't know。 だからここにはもう本当に trust、 信用っていうものがすごくかかってくると思うんだけども、 yeah、 so、 だからね、そう、こういうことってもう本当にもう全てはなんかあっという間にこう直感フォローしてこういうのが 出るとか、なんかそういうのに惑わされちゃう人の方が多い。そうだけど、やっぱそういうメンターだとか、自分がそういう What's the word?マスターマインドみたいなね、コミュニティに自分をの身を置くことで、自分だけじゃない、 I'm not alone、 I'm not alone。 だから DIY でビジネスをやってる人とかで、で今でもこう続けてる人、本当にすごいなって私は思う。その分私も他の人のヘルプっていうのをすごくお借りして、今私はここまで来てるっていうふうに思います。でもそれが私が足りないから行くんじゃなくて、私は十分だからこそ、そのサポートがたくさんある道を選ぶっていうふうに私はしています、okay、でまあね、私もそれでビジネスってどういうふうにして始まったかっていうんでね、まずは英語から始まったよっていうふうにお話をして、でそこでオールインした時に、私が昔教えてたのがマインドセットと、あとはまあビジネスをスタートするっていう、オンラインビジネスのスタート、 How to ですね。そこをずっと教えていて、1年間で、うん、日本円にすると8桁の収入にまで到達したんですね。1年間ってか1年未満ですよね。4月からやったので、今まで自分でそんなこと言葉を言ったこともないぐらいの金額で、まあ、そこまで成長して、で2年目3年目って本当にすごくどんどんその2倍になって3倍になってってすごく増えたんですよね。で多分2024年には多分自分の中でミリオン、こう1年間でミリオンじゃなくて、継続このビジネスを始めてミリオンっていうところに到達します。で今でも今年もその8桁っていうところは もちろん到達すると思うけれども、2021年かなよりは売上っていうところはすごく下がっています、okay? でもそれでも8桁の収入っていうのはキープしています。でも働く時間っていうのは減っていて、お客さんの人数も減っているけれども、同じインカムレベルでやっています、okay、で、まあ、私ね、こういうのはあんまりこうオープンには話さないんですけども、でなんでかっていうと、私はあんまりね、お金っていうところでモチベーションが来ない人なんですよね。だからといって、じゃあお金の話したくないかとか、そういう意味じゃなくて、私はやっぱその人で、人っていうのもお客さんも誰でもいいわけじゃなくて、 Soul Align Client、 自分のソウルとアラインするクライアントじゃないと嫌だっていうこだわりもあるし、初めからこれがあったかって言ったら全然違いますよ。だしやっぱこれはジャーニーが進めば進むほどこだわりだとか、その自分は本当に何をやってるのかっていうのがクリアになるんですよね。私はムーブメントをクリエイトするため、でもっと大きく言うと何かっていうと、日本の女性のジェンダーギャップ、まあ別にこれははっきり言うと日本だけじゃないけれども、女性の収入稼ぐっていうところの力が
もっともっとこう強くなることで全世界の、ね、女性ですよねの一部女性の一部、ね、日本人の女性として一部、私はちょっと日本人って言って、まあ、アメリカに住んでるからなかなかね日本人って言ってもでもあなたアメリカに住んでしょ、住んでるでしょって思うかもしれないけれども、でも、うん、女性として、うん、経済力をつけていく、で女性として豊かさっていうのをしっかりとこう保つことができる、で女性だからっていうのが理由とかじゃなくて、女性だからこそこういうふうにしてエンパワーメントして次の時代の女性、次の本当に女の子たち、次世代の女の子たちにもエグザンポーとしてロールモデルとしてリードしていきたいっていう、そこにすごく私はパッションを持っているので、なんか売り上げがなんとかっていうそこではない、もちろんその大きなところにフォーカスをするからこそ売り上げっていうのはフォローして、フォローするのはもう当たり前 of course っていうのはあるんだけども、そうだからこそあんまり、まあね、ビジネスのこういう宣伝っていうところで私の売り上げがいくら何年かで何年のいくらの達成しましたみたいな、そういう私はマーケティングのやり方しないんだけれども、ありますまあそういうふうにね収入っていうところはこう上がっていってるんだけれども、今度は何が起こるかっていうと自分の中でまだダウトが起こるわけなんですよ。 How am I gonna keep this? これをどうやってこの状態をどういうふうにしてこう保つかっていうところで私すごく苦労したんですね。めちゃめちゃ苦労しました。だからこう上がって上がって上がって Wow! Oh my gosh! Like, this is great! でそこからすごい私の中ではこれが upper limit 上限ですよね、ヒットするんですよ。昔は自分のせいあの、うん、自分をちっちゃくするリミットっていうところにどん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 ね、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい制限っていうところだったんだけども、今度はアッパーリミットも本当に何だろうな、このグラスシーリングっても言うかもしれないけども、こう上がって、でそこからこれ以上っていうのがもう上がれない状態になった。でそれは何でかっていうと自分の内側の、うん、温度だから、例えばこうヒーターとかクーラーとかね使ってる人だったらお部屋の温度の設定しますよね。その設定でずっと生きてきてるから、それ以上上がっちゃうと、oh, oh, that's dangerous. Let's go back. ってこう、自分のその元に戻っていっちゃうんですよ。で、それを経験して、あ、このままだと、お金っていうのは入ってきても、心の状態が安定してない、心の内側の部分にピースフォーじゃないとか、もうそっち、そのレベルになってきたんですよね。でちょうどそれが2021年の終わりぐらいなんですね。でそこで自分の中でどん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 変わっていって、でしかも教え方っていうのもやっぱりそのコーチに教えてもらったやり方で、自分ももちろんやるからこそそれを教えるんだけども、で例えばじゃあコーチが他のやり方はこうこうこういうのがあるよって言ったら、私は結局それしか教えることができない。なんでかっていうと自分に合うやり方しかやってたことなくて、でそれプラス他のやり方、コーチエミ、例えばねコーチエミ、あのコーチエミみたいにライブランチ全ちょっと全然できないんですよね、まあ、できないんですよねって言ってくれた人たち、みんなジェネレーターではない人マニフェスター、またはプロジェクターの人たちなんですけども、私はコーチエミみたいにできない、全然エネルギーがなくてっていうふうに言ってて、でまあその時の当時はもちろんわからないんですよね。なんで Why? It's itYou should be able to do it. It's only for one week. とか思ったけども、right? で、じゃあでもこういう方法もあるよ。でももう、そう言い、なんていうのか、こういう方法もあるよしか言えないんですよね。だからそこで、OK。私はライブローンチでしかお客さんをこうウェルカムすることができない。That's a problem. 自分の中で結局ルールとかリミットを作っちゃってて、で、まあ、そのタイミングで私は今度2021年の終わりにカリフォルニア、ずっとカリフォルニアに住んでいて、でそこからテキサスに引っ越すことになったんですね。で12月ちょうどだからお引っ越し、ここで私は今回はライブローンチをやらないで、それでも別のやり方でもお客さんをウェルカムすることができるっていうのを証明してやろうと思ってで別のやり方でやって It workedはい、でまた別のやり方でやって It worked、 別のやり方でやって It worked、 だからもうここにはプルーフができるようになって、そこからまた別のやり方で教えることも自信を持って、私が体現してることだから自信を持って教えることができた。でもだから そこにすごく自分の中で違和感を感じ始めました、okay? だから例えばねビジネス、オンラインビジネスを教えるに
には例えばお客さんでネットワークマーケティングのお客さんもいます。私の中で、まあ、大体ほとんどの人がリーダーなんですけども、ネットワークマーケティングのリーダーの人たちなんだけども、ネットワークマーケティングと普通のオンラインビジネスってやっぱちょっと違うんですよね。だからこれもただ単にネットワークマーケティングも同じだからとか言っときながら、でもやってないのに同じだからなんて私言えないなと思って、ネットワークマーケティングもやりました。自分で経験しました。自分でそのカルチャーももうよく分かりました。 And I did not like it。 でもネットワークマーケティングのシステムはすごくスマートだと思うし、私はすごくサポーティブです。 I just didn't like it。 私はうまくできなかったけれども、だからといってじゃあ私が教えることができないかって言ったらそうじゃなくて、経験もあって、でそこからなんていうんだろうか、私が好きじゃなかった理由っていうのは、そのやり方がわからないとかじゃなくて、 OK、 ネットワークマーケティングやってる人だったらわかると思うんだけども、こう自分で自分のチームをウェルカムして、でそしたら今度そのチームの人が別の人をウェルカムするわけですよね。でまたその下の人がまた別の人って言って、私と直接関係ないんですよね。What's happening? It's not a soul align. 私の中でアラインしていない人たちなんですよ。そういう人たちまでケアをするっていうのは、私はもう本当にそれができなくて、別にそのやり方じゃなくてもよかったんだけれども、すごい私はこのネットワークマーケティングをやるときに、私がいて、で他の人もこうみんなケアしてあげるよみたいな、そういうスタンスでやっちゃったから、なんか私がいて他の人みたいな、下ダウンラインみたいな感じになってしまって、 I just it wasn't for me。そういうやり方が私は合ってなくて、絶対に他のやり方もあったんだけれども、私はそういうそのやり方は選ばなかったんですね、うん。まあ、でもだからそこから学ぶ何ていうのかな、学ぶレッスンっていうのもあって、で、まあ、要するにポイントは何が言いたいかっていうと、体現したものじゃないと私は教えたくないっていうすごいこだわりがあって、でやっぱ体現してるからこそこう深いレベルで教えることができるんだけども、頭だけの情報だと結局でも自分やってないじゃんとか、私全然できてないじゃんっていうところになってしまうので、すごいそこがねすごい嫌で、だから2022年はもう inner work もうオールインしようと思ってインワードに行きました。それが2022年です。でそうすると今度はもうソウルジャーニーに入るわけであって、で何が起こるかっていうと、もう本当にものすごいもうシフトシフトエボリューションエボリューションエボリューションってどん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 変わっていくわけなんですよね。だから2022年はシフトとエボリューションの年でした。で、そう自分のだからね、ソウルジャーニーをオールインもして、で今まではビジネスコーチマインドセットコーチみたいな人から学んでたけども、2022年はもうソウルっていうところで、あとはまあマニフェステーションとかソウルとかで、そこでヒューマンデザインをもっともっと学ぼうって決意しました。はい、で、ま、前からちょっと知ってたんだけれども、でもなんかやっぱ疑ってるところがあったんですよね。そんな誕生日と月がなんたらかんたらとかってプフフっていう感じであって、でなんかその魂がとかってちょっと怪しくないとか、でも本当に私そういう人だったんですね。なんでかって言ってもずっとコーポレートで働いていても、ずっとレフトブレインさ、左脳ロジカル、結果、数字、ドゥ マネジメント、もうそういうようなカルチャーでずっと働いていたから、もうクリエイティブな女性性なんとかとか、その右脳がなんとかなって、もうそんなスペースなかったんですね。でも面白いことに、本当に振り返ってみると、私のベッセッサーズの人たちってみんな、まあ、みんな 100% みんなじゃないけれども、みんなスピリチュアルなんですよ。タロットカードをやってる人、オラクルやってる人、What's the other one?タロット、オラクル、ヒューマンデザインもそう。初めてその人が入ってきてくれた時に、そのヒューマンデザインっていうことを教えてくれて、でもその時ちょっと怪しいとか思って、だってねその人が言うには、誕生日とね、生まれた時間と生まれた場所を入れるだけで、自分のね魂 の使命だったりだとか、なんか自分のねその戦略とかそういうのが全部分かれたよって言われた時に、そんなのあるわけないじゃんってあの時思ったんですよね。それが2021年だったかな、そのぐらい、もう初めの頃ね。そう。でその時から実はヒューマンデザインっていうのに私出会ってたんですけども、その時はもうゼロビリーフ。で、お客様もみんな本当にスピリチュアルな、本当に魂を大切にしてる人、もう内側の部分、もちろん私はマインドセットっていうところでは、ね、自分の自信とかマインドセットっていうところで自我を大切にしてたんだけども、
本当にもう見事にほぼ全員がそういうサイキックだったりだとか、エッセンシャルオイルで、まあ、彼女もねやっぱりそういうヨガをやったりだとかメディテーションやったりだとか、オーイエスクリスタル、クリスタルだったりだとか、なぜか知らないけどみんなスピリチュアルの人だったんですよね。面白いぐらいで、私の中ではでもちょっとスピリチュアルでビジネスやるの大丈夫かなとか本当にそういうふうに思ったぐらい、そのビジネスたちを別に疑ってたとかじゃなくて、その人たちのその持っているギフトっていうののパワフルな力の意味が分かってなかった当時分かってませんでした本当に、あとはヒーラーね、手でこうヒーリングしたりとかだとか、本当に面白いぐらいみんなスピリチュアルの人ばっかりが私のプログラムに入ってきてくれて、エミさんのプログラムは他のねビジネスの講座の人とは全然違うっていう風に言ってくれて、だからここに来ましたっていう風に言ってくれてて、 I have no idea、 本当に意味が分かんなかった。 But now I know why 今になってそれが分かるんですよね。だから私は昔からそういうものを思ってたんだけれども、自分は気づいてなかった、っていうところで、まあ、まあ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 、そういうね、そういう人たちが集まる中で自分もどん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 本当にソウルジャーニーっていうのが ね、そうを始めていきました。だからそれが22年で、22年の夏になって今度はね一気にもうお客さんが来ない状態になったんですよ。でそれも今思えばあの時は苦しかったですよ、もちろん自分は苦しいんだけれども、今思えばもうこれはこうユニバーサルブロック、ユニバーサルブロックって言ってユニバースがもうブロックしてる状態なんで、なんで意地悪してるんじゃなくて、私はもうこれはやりたくないって言ってるのに無理やりやろうとしてるから、 OKOkay, you said you don't want this. So let me just stop this. Universal block.、で、そこでもうしょうがない。しょうがないっていうか、Okay, like, もう enough, 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 right? もう十分、もう十分、もう分かった、聞いた、もうメッセージも聞いた。で、そこで勇気を持って、今までこう、やってたことを全部手放して、もう本当に自分のコーチに学んだことも全部手放して、もう全部ノートとかも全部捨てて、で、その時のプログラムのこうフォーマットっていうのも、100% やっぱ捨てることはできなくて、で自分が次はじゃあ何を教えるかとかっていうのがちょっとまだ分かんなかったから、でもフォーマットとかも全部変えて、で新たにマグネティックソウルっていうプログラムもリローンチしました。そこでやっとまたこう少しずつこうモメンタムっていうかね、こう来て、でワンオンワンのセッションのお客様とかも増えて、でその増えたものもなんでかっていうと、もっと私はワンオンワンやりたいっていうふうに思ったから、ワンオンワンの方に宣伝をもっともっとたくさんしたんですね。まあ、そういうふうにして2022年こう本当にもうアップスダウンがある、もうとても厳しい2022年を、乗り越えました。でそこで最後に2022年に、初めて、私のビジネススターたちで、覚えてます、コロナの時に私はスタートしたから、実際のクライアントさんビジネススターたちにはなかなか会えることはできなかったけれども、初めて日本に帰った時にもうほとんどの人と出会いました。まあ、これでねすごく面白かったのが、もうほとんどみんなに言われたのが、コーチェミって背こんなにちっちゃかったんですねって言われましたでやっぱねあのビジネススターズの中でもこの人背ちっちゃいんだろうなって思った人がびっくりしたぐらい背が高かったとかね、まあフライトアテンダントの人とかもいたし、すっごい背が高い人もいれば、逆に私と同じぐらいの背、なんかもっと背高いと思ったのにとか、そうすごくね面白い発見でした。でそれで思ったのが、私やっぱ人前に出るとやっぱり緊張する、ドキドキする。で大阪のねミーティングの時にリフレクターの子に言われたんですね、コーチェミめっちゃ緊張してるの、もうすっごい伝わりましたよ、もう全部丸見え、リフレクターの顔も全部見えてるから、私の鏡として。なんか彼女が緊張しちゃったみたいででも私本当にあのね、こうスポットライト当たるの好きじゃないんですよ私。なんか本当はそれが欲しいのね、欲しいって思うんだけども、欲しいと思う。でもダンスの時は本当に欲しいって、欲しくてすごく大好きでね、センターの真ん中 でボーンって踊ったりするの大好きなんだけども、なんかねこう私だけに注目されるのがすごくこう恥ずかしいとか緊張する、なんかやっぱがっかりさせちゃったらどうしようっていうのがあって、でまあこれはね今思うとなんでそういう風になるかっていうのが分かっていて、それはまあ私のヒューマンデザインで言うと、私のボディセンターの中の、エゴ
ハートビルセンターっていうのと、あとルートセンターね、2つともこう1つはオープンで、もう1つはアンデファインに定義されているものなんだけども、だからね、もうプレッシャーに負けるわ、自分に自信がないわね、もうめちゃめちゃすごい、もう緊張して緊張して緊張してっていう状態でした。なので私と出会って私がすごい緊張してるっていう風に思った人、いや、Yes, I was very, 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 very nervous. 本当に緊張しました。OK. でも、まあ、それで無事にね、日本に帰って、日本に里帰りをして、アメリカに2023年帰ってきました。で、2023年は5月には、今度はアメリカに住んでいる、ビスセスターズの人たちと一緒に小旅行っていう感じでセドナに行きました。で、まあ、そこでもすごいね、ミラクルが起きて、いろんなことを学んで、で、なんていうのかな、あ、私は本当にこれがやりたいんだなって思ったのが、その、この旅は別になんかコーチエミとなんとかとかそういう感じじゃなくて、みんなで本当に女子旅行みたいな感じだったから、なんか私がリードするとか私がこうスポットライト浴びるとかそういうものじゃなかったから、やっぱこういう方が楽しい、こういうスタンスの方がいいなっていう風にすごくね、自分の中で、こういうのが気持ちいいんだっていうのが分かりました。Okay、で、まあね、そこから、まあ、5月6月って言ってずっと私の今のねところにつながって続いていくんだけれども、ここでももう本当に十分ヒューマンデザインっていうところを自分の中でエンボディしてプラクティスして、ビスセスターたちにもこう練習台になってもらって、たくさん使わせてもらって、そこで、あ、ヒューマンデザインももっともっと使っていこうっていう自分の中で、準備ができて、つい最近になって結構ヒューマンデザインを表に出すようにしました。でも私は今までのレッスンでこう見てきて学んだことは、なんか私はヒューマンデザインのコーチですみたいな、そういう出し方絶対にしません。で、ヒューマンデザインのリーディングっていうふうにも呼んでいません。私の、まあ、名前がね違うだけなんだけども、ヒューマンデザインはあくまでもツールだって、 I am the business, so human design doesn't have to be up front. だからヒューマンデザインっていうのはフロントに出なくていいわけ、ツールの一部として使っている。で、それもそのなんでこのレッスンを私は学んだかっていうと、やっぱそれは今までそのビジネスをビジネスをガイドしてきて、やっぱり上手にやってる人たち、特にネットワークマーケティングの人たちで上手にやってるなっていうふうに見える人たちは、その会社を前に出してない。例えば当時すごく流行ってたのがロダン、ね、ロダンのスキンケアなんとかコンサルタントっていうふうに出してなかったりだとか、ドテラだったらドテラの例えばね、ズーム説明会みたいなそういう言葉も使わずに、自分のオリジナルのネーミングで自分のブランディングでこう物をね売るとか、人を集めるっていうねやり方をやっていて、だからそれはもう本当に自分でもガイドしてきて、そこに私はもう本当に 100% 信じてるから、私もこのヒューマンデザインを教えるときには、私はそのヒューマンデザインを表にもボーンって出さないし、ヒューマンデザインのなんとかなんとかみたいな風にはやらない。まあもちろん来年はヒューマンデザインのリーディングをやりたい人のための、まあサティフィケーションみたいな感じで資格みたいなレッスンはやるけれども、それ以外のものはなんかヒューマンデザインとかっていう風に私は呼ばない。なのでね、皆さんももしもなんかそういうメソッド、誰かのメソッドを使ってる人がいたら、そこを意識する、自分のブランドが先っていうところをね、ぜひ意識してほしいなっていうふうに思います。 Let's see、yeah、で、あとは2023年にもっともっとこう始めたことっていうのが、やっぱりソウルジャーニーをしていく上で怖かったのが、こう魂とかスピリチュアルっていう言葉を前に出すのがすごく怖かったんですね。で、実際にスピリチュアルの何だったかな、彼女の名前、マイガーシュ、ちょっと出てこない、スピリチュアルリーダーみたいな感じの人をポッドキャストでねインタビューさせてもらった時に、みゆきさんだったかな、名前を忘れた、ごめんなさい、ちょっと名前が出てこない、ごめん、 I'm so sorryAnyways, 彼女が言ってくれたことが、その、あ、でもスピリチュアルの人はちょっとごめんなさいみたいにこうなんか拒否られたとか、お話しするときにはスピリチュアルのことはあまり前に出さないでくださいみたいなことを言われたっていうふうに言ってて、わーって思って、まあね、そういう話とかも結構聞いていて、まあ自分の中でも多分ブロックとかね、あったんですよね。でももう無視できないし、そこをスキップして教えることはできないから、自分に嘘がつけない。
ていうところで、そういうフィア、恐怖をと向き合って、でそこからその恐怖とどういうふうにして和、平和、ね、和みっていうところをクリエイトするかっていうのを自分の中でワークしてきて、で今ではもう本当に、ライトリーダー、スピリチュアルリーダー、スピリチュアルの部分を大切にしてる人たちしかほとんどいないんじゃないかな私のビジネスのベストセスターさんたち、だと思います。だから本当にソウルの部分を大切にしている人で、これからも私がもっともっと一緒にワークしたいなっていうふうに思う人は、ただ単に頭だけじゃなくって、マインドとソウルとバリ全てがコネクトして、フェミニンリーダーシップ、女性性でリードして、でそこにしっかりとしたマスキリンの器でしっかりとこう自分のビジネスを広げていくリーダーたちの、まあ、インナーワークの部分だったりだとか、あとは、wealth identity、 豊かさっていうところとアイデンティティってすごくつながっていて、そういうところだったりだとか、あとはまあビジネスね、そのビジネスの、プログラムはもう一個だけ、これが embodied business、 that's the only thing that I want to teach、 それしか私はビジネスっていうところは教えなくて、他のプログラムは もっとそういうビジネスの how to のレベルを超えた人たちのためのプログラムっていうのをオファーしていきます。Okay, I think that is all. Yeah. で、このね、ポッドキャストのブランドとかをこう変えていくのもすごく私時間をかけました。It's okay. マニジェンの人は私は同じアドバイスしません。マニフェスターの人にも同じアドバイスしません。でも、ジェネレーターの人、don't just take time. Wait for your own response. 自分でリスポンスするのを待って、本当に体がもう Yes, 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 Yes ってなってる時に行動に移すとか、なんかリブランディングするで全然大丈夫です。焦ることない。私はかなり時間をかけてこのリブランディングをしてきました。 And I am really happy that I did it this way. 全然急ぐこともない、焦ることもなく、自分の体を信じてここまでやってきました。 So that is all. 皆さん今までねちょっと本当に数エピソードに分けてなんですけれども、私のこのジャーニーからこう何かね学ぶところがあったらいいなっていうふうに思います。そして、次のねエピソードからも、まあ、自分のベストセスターズの人にインタビューしたりだとか、あとは私のレッスンっていうふうにして、普通のねエピソードをお送りしていきたいと思います。 Alright, well thank you so much for listening to this podcast. Close your eyes. Put your hands on your heart. Welcome back home.